はい、それではですね、本日最後の、視聴者投票を行いたいと思います。送ってくれた？はい、送りました。ですね、あと2分なんですけど、9時からですね、ツイートの方をさせてもらいますので、そちらで、視聴者投票をさせてもらいます。さすがにですね、サイコパスでもこの瞬間だけは緊張するんですね。嘘ですね、本当はいつも緊張してますね。うわ、メールが来ない。ちょっとお待ちください。知らないことなど大嫌いなの。チャララ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 チャン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 。はい、ツイートします。こちらの応募フォームにて、視聴者投票を行ってください。ニコニコの、上の画面にも、出ますので、そちらからも投票できると思います。あなたの投票がただのバロメーターになるという素敵な、視聴者投票となっておりますので、ぜひとも、どしどし、入れていただけたらいいなというふうに思います。入れますね。はい、ニコ生の投票で俺選んでんだったら俺いらねえじゃんっていうことです。しなくていいですよ。だからはい、今ニコ生投票やってます。今回は URL 合ってる？はい。アジャス。忙しくてさ。
まもなくで視聴者投票の方締め切ります。気を切り強で僕の気持ちが変わるかもしれないし、そういうのは分かんないですからね。最後まで諦めない方がいいかもしれないですね。まもなく？あと1分半です。あと1分半。5分って長いね。今度が3分でしょ。あと30秒でございます。視聴者投票、最後の視聴者投票ありがとうございました。それではですね、次に、WACKのメンバーの投票を行いたいと思います。はい、こちらの方はですね、すぐに締め切らせていただきますので、早めに、入れてください。アンズピア、ウルウ、ナルガワル、誰が良かったでしょうということで、気持ちを、入れてもらえると嬉しいですね。これは結構意味ありますね、点数化されるので。はい、じゃあ締め切ります。締め切っていきます。はい、発表します。1位 51.3% ウルウル、ありがとうございます。2位 25.5% アンズピア。3位 23.2% ナルハワールドという結果でございました。はい、そしてですね、次に、WACKの、WACK以外のメンバーの、投票を行いたいと思います。山町美希、ムロパナコ、ユミナエンパイア、マイエンパイアですね。皆さんこちらもすぐに締め切ってしまいますので、じゃあ早めにお願いします。こちらは皆さんの投票が、全て如実に、反映されまして件数となります。ぜひとも応募してください。はい、では締め切ります。カモン。はい、それでは発表します。1位 27.8% ムロパナコ。はい、ありがとうございます。2位 22.6% 山町美希。ありがとうございます。3位 19.9% ユイナエンパイア。はい。4位 15.2% マユエンパイア。ありがとうございます。5位 14.6% アユニディ。
どうなりました？でも集計作業を行ってます、商品投票の集計が終わるまで少々お待ちください。ちょっとさ、ひらぴー、ひらぴー、はい、冷たい水、はい、お菓子は、すみません。外じゃない方に走っていった。なんか冷たい水が冷蔵庫に入ってる。すげえ、それを用意できてたらすげえできる人だよ。昇級だな。ここ今あそこ、あ、冷蔵庫に入った。財布を取り出したみたい。OK。超優秀かと。水ってこれですかっつってビールを取ってきたりとかね、ちょっとそういうギャグが欲しいですね。はい、今集計作業を行っております。少々お待ちください。せっかく時間あるんでちょっと小話しましょうか。こういったですね、いろいろ喋ってきたんですけど、人間にはやっぱり縁とか運とかってものが非常にやっぱり影響されるものがありまして、もちろん運だったり縁だったりっていうのは自分の努力次第でいくらでも可能性を縮めること縮める可能性を高めることはできるんですけど、まあどうしてもできないことってあるんですね。だから例えば今日脱落になったとしても縁がなかったのかなっていうところが一番で大きくて、実力不足だったっていうことでは全然ないんだよねっていうことだけは皆さん理解してもらいたいなというふうに思います。はい、はい、集計整いました。はい、それでは、発表させてもらいます。視聴者投票です。6位、1274歩強ドゥンドゥン、はい、ありがとうございます。5位、1520票パルナパッチン、ありがとうございます。4位、1673票太陽のライオン、ありがとうございます。3位、1914票、千と千尋の妹、ありがとうございます。2位、2243票、無意が独尊、はい、ありがとうございます。1位、2700票、寺山由布、はい、ありがとうございます。以上となります。さて、合計がさ、どん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 下がってってんのは何なのかな、点数が。あ、上から1位からって感じ。違う違う、これなんかどんどん、あ、累計こっちか。あ、そうです。はい。え、でもそしたらさ、1位これじゃなくてここじゃん。今、今日のやつがちょっと先生に相当かけちゃった。どうすればいいの？今日までの。で、合計ポイントはどっちの相当にかけた方がいいですか？今、今日の単体で今1位から7位。だって今日じゃ意味わかんないじゃん。合計ポイントでやらないと意味わかんなくなるから。ここでそうと。うん。
これさ、ワックって毎日やってるからさ、逆に言うとさ、めっちゃラッキーじゃない？そうなんですよ、別のシーツで、あのワックは26の合流した時から数えてる、数えます。それを出してくんないんだ。それ出さないと無理じゃない？これが、そうなんですよ、ちょっと興味のやつだけ反映したら、はい、ちょっと待ってくださいね。6日間ぐらいほぼ6人寝てないんで、みんなテンパってます。今お腹鳴りましたよね。このお腹が鳴りました。あ、お腹じゃなくてお腹でした。はい、じゃあワックメンバー、ワックを含めるワックメンバーの、現在のポイント合計を、お知らせします。1位98ポイント山町美希、ありがとうございます。2位92ポイント IDD、 3位74ポイント室真奈子、はい、5位69ポイント、あ、4位か、4位69ポイントユーナエンパイア、5位66ポイントウルウ、はい、6位60ポイントマユエンパイア、はい、7位 53%、 53ポイントナルハード、8位45ポイントアンズピアとなります。明日の東京マラソンありますんでお任せください。はい、それでは本日の脱落者を発表します。本日の脱落者ですが、ドゥンドゥン、太陽のライオン、ムイガ独尊の3名となります。はい、はい、はい、こちらには救済支援あります。救済が、希望の方は、今日やってもらいましたね、腹筋ではなく、ビスが毎度やっておりますパプリカスクワットでの勝負となります。はい、そちらで、回数が多く、できた方には、は救済とさせていただきます。はい、はい、では本日は以上となりますので、明日何もないので、早く寝た方がいいと思いますので、今日はこれで解散とさせていただきます。はい、パプリカスクワットは、6時からやらせていただきますので、よろしくお願いします。では解散、ありがとうございました。マラソンは6時半からです。はい、はい、はい。